はい、皆さん、こんにちは、ゆずひこです。それでは今回なんですけども、楽天ペイの対象加盟店で au ペイの利用が可能にメリットなどということで、今回お題の通りですね、もともと楽天ペイが使えてた場所で au ペイが対応になったということでお伝えしていこうと思います。ということで早速なんですけども、今回はこちらの楽天ペイと au ペイが合体したステッカーが貼られている場所であれば、どちらでも決済が可能というふうになってます。決済方法は従来通りこの QR コードを読み取るような流れということですね。で、サービスの開始日なんですが、使えるのは6月の26日の本日から使用可能となってます。もしですね、利用する際には au ウォレットアプリのアップデートが必要となってますので、もし au ウォレットのアプリを入れている方がいらっしゃれば、先にアップデートをしておく方がいいですね。今回の提携したことによって大きなメリットというのが2つほどありまして、合同キャンペーンが実施される可能性があるということなんですよね。で、こちらに関しては楽天の公式ページにも記載があったんですけども、現時点では合同キャンペーンの実施を検討というふうに記載があったんですけども、今のですね、他社のキャンペーンとかたくさんあってる中で、どこかのタイミングで仕掛けてくるような予感はかなりしますね。で、あと他にも利用店舗数が増えるということで、実際ですね、au ペイが使えるお店っていうのがまだまだやっぱり少ないので、それに合わせて今回楽天ペイが加わることによって、今現在楽天ペイが使える場所っていうのが約120万店舗以上あるというふうに言われてるんですよ。これは au ペイユーザーからしたらかなり嬉しいのではないのかなというふうに思います。ということで、今回はかなり短めだったんですけども、楽天ペイの対象加盟店で au ペイの利用が可能になったということなんですが、これはですね、どちらのユーザーからしてもいい影響を与えると思うので、今後のキャンペーンの展開などにも大きく注目したいなというふうに思います。ということで、本日はご視聴どうもありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。